動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ケモケモフレフレケモノフレンズケモノフレンズ3、トリックはトリックでトリートを、取り戻せというですね、ハロウィンイベント、第3回目でございます。前回から引き続き、収録しております。前回はですね、困っている子、あのハロウィンを楽しもうということで、波地水コウモリと、ジャックオーランタンが、フレンズたちを驚かせて回っているところ、タテオトアザラシが何か悩んでハロウィンをね、心の底から楽しめなくなっておりまして、事情を聞いてみると、タテゴトアザラシのハープと、ハロウィンのお菓子を、セルリアンたちに驚かされて、持ってかれてしまったというわけで、このセルリアンたちが、どうやらですね、他のフレンズたちを驚かせて、そのお菓子とかを奪っているみたいですね。それでは第3話やっていきましょう。トリックはセルリアンということでですね、2人がどうやって絡んでいくのか、豚が驚かされてますね。お、アメリカビーバーが、パーセンテージ高いですね。やったぜ。はぁ。よくわからないけど、ハープがないとダメなの？ダメだよ。あのハープはね、大人の印なんだよ。そうなのか？そうなんですか？タテゴトアザラシっていうだけで、言うだけにやっぱハープが大事なんですね。そうなの。ハープを持てるのは大人だけなんだから。それなのに、あれがないと子供扱いされちゃうよ。他のタテゴトアザラシに子供扱いされるのか、それとも他のフレンズたちに、子供扱いされるのか。そもそも、同じ同種族が、いるのだろうか。まあまあ、落ち込まないでよ。せっかくのハロウィンなんだよ。パーッと明るく楽しもう。ああ、私のハープ。ジャックさん、さっきの話聞いてました？ハープがないと、ハープがないと明るくなれないんだよ。はあ。やっぱりダメじゃん。キキキ、それじゃあ取り返しに行こっか。え？いたずらするセルリアンにいたずら仕返しちゃおうよ。そう、パッカーンという名のいたずらをね。私が手伝ってあげるからさ。そっか、そうだよね。ハープを取り返せばいいんだ。ねえ、他のじゃダメ？ハープでなくても奏でられるんじゃない？そうだ、カボチャを楽器にするとポンポン音が鳴って楽しいよ。だからそうじゃないんだよ。糸をつければ、ビョーンって鳴る楽器になるしね。ハープを取り返しに行くのはハロウィンが終わってからでも。ダメなの。あのハープは特別なの。あのハープがなくなっちゃうくらいなら、ハロウィンなんてどうでもいい。おっと？キャハー。そっかー。でも私はみんなでもっとハロウィンを楽しんでいたいよ。よし、それじゃあこうしましょう。私とタテゴトアザラシは二人でハープを取り返しに行く。ジャックオーランタンはこのままハロウィンを楽しんでて。おっと。おっと、ジャックオーランタンを、ジャックオーランタン仲間外れですか？やめてくれよ。獣はいてものけ者はいないんだぞ。パパッとハーブを取り返したら私たちもすぐ戻ってくるからさ。そしたらまた一緒にハロウィンを楽しみましょう。そうだね。それがいいかも。それでいいのか。二人とも早く帰ってきてね。ええ、待っててね。それじゃあ、タテゴトアザラシ、出発しましょっか。絶対にハープを取り返すぞ。いやー、別に、ジャックオーランタン外す、あれは必要ないんじゃないのかな。まあでも、ジャックオーランタンはハロウィンの方を優先したいっていうわけですからね。まあ、ジャックオーランタンですしね。さあ、やっていきましょう。青。お、なんか、アメリカンビーバーが、アメリカンチックな格好をしてますね。
カジュアルだぜ。ちょっと思ってたのとはちょっと違ったの。なんかちょっと、なんていうのかな、ちょっとヤンキーっぽくなって、武器持ってるからかな。武器持ってるかな、ちょっと攻撃的な感じ。ぐるぐるウッドカッター。完全に喧嘩ですね。まあスカートが素敵なんですけど、上半身だけ見てるとなんか明らかに喧嘩殺法みたいな感じ。武器もこの木の枝ですからね。まあ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 、そんなことあんまり気にしたらね、アメリカンビーバーファンの方にですね、袋叩きにされますから、やめておきましょう。ハロウィン、ハロウィン、ハッピーハロウィン。みんなをびっくり、それからワイワイ、お菓子をよこせ、いたずらさせろ、いたずらさせろ。みんなで楽しい、ハッピーハロウィン。お、向こうに誰かいるな。おっと、ロックオンですか。あはは、トリックオアトリート。おっと、コツメちゃんだ。うわー、びっくりしました。それでは、はい、私のおやつをどうぞ。やったー。それじゃあ次はそっちの番ね。え、交代制なの。そういうのでもいいんだ。私ですか。それではいたずらしちゃいますよ。トリックオアトリート。あはは、おもしろーい。私のお菓子もあげるね。うんうん、みんなハロウィンを楽しんでるね。こうでなきゃ。あ、別に不意打ちを、狙って驚かせるっていう、あ、驚かせる、なくてもいいんですね。驚かせなくてもいいんですね。聞け、それじゃあ私も、いただしに行っちゃおう。キャー。ん？いやあ、どうも。僕らはセルリアンです。僕らも参加させてくださいよ。つって。セルリアンです。なんだ？あっち行け。いやあ、そんなこと言わずに。わば、こっちからも来た。まずい、挟まれてしまった。助けてください。大変だ。ほら、セルリアン、何してるんだよ。なんだてめえこの野郎、ハロウィンをぶち壊してえのかつって。ジャックオーランタンの怒りが今ハロウィン、ジャックオーランタンの怒りが今セルリアンたちを叩き潰す。ジャックオーランタンいないけどね。ジャックオーランタン実装されるのかな。まあモーションができ、キャラができてるっていうことは実装されるんでしょうね。後半戦かな。さあ、ガンガンパッカーンしていきましょう。よくもコツメカワウソと豚をいじめてくれたな、つって。はい、勝ちました。そうだね、水分補給大事だよね。まだね、だいぶ涼しくなったんですけども、まだそうですね、水分補給はですね、怠らないように、皆さん気をつけていきましょう。そういう話ではないんだけど。ドキ、調子はどう？やめてくれ。全開で、開始早々全開でさ、超音波を放すのをやめてくれ。さあやっていきましょう。こうこうのこう、良き判断ですってね。そろそろお稲荷様の、お稲荷様の声が聞きたくなってきたな。というわけで、こうこうこう、大高さん、そろそろ衣装変えないとな。
やっぱり狐にはあの巫女服が似合いますねって。誰がそんなことを決めたんだっつってね。こう、はい、勝ちました。お疲れ様、トキ。お疲れ様、銀狐。しかし銀狐とトキに会話があるっていうのは驚きましたね。どういう接点なんだ。ハロウィンをめちゃくちゃにすると許さないんだからね。トリックオアトリート。あ、指パッチンでこう、ボワーン、ボワーン。うわー、みんな、大丈夫？怪我はしてない？この指パッチン一つでセルリアンたちを追い返すって。怪我はしてないですけど、お菓子を全部持っていかれちゃったよ。なんなの、あのセルリアン。せっかくのハロウィンなのに、これじゃあ全然楽しくないよ。おっと。気づいてしまった。ジャックオーランタン、ここで気づいてしまったね。違うよ。ハロウィンはとっても楽しいんだよ。だからちょっと待っててね。ハープを持ってったセルリアンはこっちに逃げていったの？うん、間違いないよ。ほら見てよ、落ちてるでしょ。ん？落ちてる？あ、お菓子だ。そうだね、球体型のセルリアン、お菓子持ってったって言っても、あいつあんまり手とかそういうのないよね。ほら、向こうにも落ちてる。セルリアンが落っことしていったんだよ。なるほど、お菓子をたどっていけばセルリアンが見つかるわけね。間抜けなセルリアンもいたもんだぜ、つってね。そういうこと。おーい。あら、この声は。よかった、追いついた。やっぱり私も行く。セルリアンをこのままにしておけないよ。なんだか怒ってるみたいだけど、何かあったの？私ね、ハロウィンだし、いたずらなら何でもオッケーって思ってたの。でも、楽しませるどころか、悲しませるなんて、私はいたずらって認めないよ。ハロウィンではみんなが笑って楽しめなきゃダメなの。そう、ハロウィンはね、みんなが楽しんで、みんなが笑って楽しまなきゃいけないんです。誰かをね、誰かに迷惑かけたりね、誰かを悲しませたりね、ましてやね、トラックをひっくり返すなんてね、問題外なんですよ。それを壊そうとする気なら、私がトリックでお仕置きしてやるんだから。キキ、すごいやる気ね。そうだよね。やっぱりね、セルリアンの問題を先に片付けないとね、ハロウィンっていうのは楽しめないんですよ。やる気にメラメラと火がついちゃったからね、もう私は止まらないよ。それで、セルリアンはどこにいるの？全員パッカーンしてやるから、つってね。こっちだよ。ほら、お菓子が落ちているでしょ。なるほどね。よし、行こう。楽しいハロウィンを取り戻そう。私のハープも取り戻すの。そうね。みんなでやっちゃいましょう。待ってろよ、セルリアンども。今からこっちに、波治水コウモリと、ジャックオーランタンと、タテゴトアザラシが、向かっていくからな。つってね。さあ、トリックオアセルリアン、大様クリアいたしました。ですね、最初のうちは、タテゴトアザラシのね、ハープを取り返すのに、取り返すのと、ハロウィンを楽しむのと分かれていたんですが、途中ですね、やっぱりセルリアンたちが、このハロウィンを妨害してるのをちょっと、やっぱり実際に目撃した、ジャックオーランタンはですね、これはもうセルリアンを放ってはおけないということで、波治水コウモリたちと、合流して、セルリアンたちをパッカーンしに行くわけですよ。パッカーンしに行くわけでした。さて、セルリアンたちは一体どこに、
お菓子の後をたどってセルビアンたちはどこにいるのでしょうかというところですね。第3話はここで終了で、第4話は次回となっております。それでは今回はこの辺で、バイバイ。